めっちゃいい感じの夕焼けタイムです。ちょっと歩きますね。反対か。あれね、鶴見緑地公園っていうところで、まああれですよ、大阪の花と緑の博覧会、通称花博のあった公園ですね。今はもう完全に普通の一般の人が誰でも利用できる公園になっています。真ん中突っ切りたいんですけど、人がいて喋るのもどうかなという感じなので、ちょっと公園が暗いね。ちょっと絞り開けようかな。これね、やりにくい。ちょっとこのおじさんたちがなぜか止まってきて痛いみたいな。白爪草の匂いがすごい。重いね。めっちゃ重い。もうこれ今ジンバルつけて普通に歩いてます。特にジンバル歩き的なことは気にせずにね、全然気にせず歩いてます。焦点距離は17ミリ固定、シャッタースピード125分の1、PP7 で撮ってますんで、 ISO 感度は最低の1600です。絞りがね、これ数値化できないんですよね。これ夕焼け綺麗。十分よね。広い公園が、広いところがあります。ファンモード、後ろ歩き、腕が痛い。あ、さっきのはロックモードね。ファンモードに切り替えてもう一回歩きましょうか。これいまいちやっぱ左右のバランスが綺麗に取れてない気がしますね。咳がね、治んないんすよ。これあのミージャ用のあれね、あのジンバルみたいにクランプで何アルカススプレーとつけてリュックにつけられるかなと思ったけど、ちょっと厳しいね。咳がいっぱい入って申し訳ないです。なんか謎奥の小山に、あ、ロックモードにしてしまった。解除。ごめんね、すずめさん。なんか奥の小山のてっぺんになんか銅像的なのが立っているんで、そこまで行って、帰ってみようと思います。よいしょ、夕焼け。歩かへんな。これは何なんだろう。
ど、まあ比較的人もいなくて、いい感じに撮れたんじゃないかなと思います。あ、そうそう、マイクはね、 DJI の、マイクを横にぶっ刺して使っておりますよ。これ音声別撮りでステレオとかやったら、この鳥の鳴き声とかもね、いい感じで撮れるんじゃないかと。今パンモードに変えました。普通に歩いてるだけやけど、どうかな。またパンモードちゃった。ロックモードね。まあ普通に歩いてるだけでもいい感じやけどね。夕焼けがチラチラっと覗く感じ。今日はね、夕飯がエビフライらしいんで、ちょい急ぎ出して帰ります。その前にあれね、ポン酢を買ってこいっていうお達しがありましたんで、ポン酢は買って、これなんかちょっといい感じなんで。あれやったね、ピントを全然甘々にしてた。おバカだ。すっかり忘れてた。そう、自撮りしようと思ってピントを50センチとかに固定してたの忘れてました。ずっと50センチぐらいに固定して撮ってたわ今。おバカだ。こっちだよ今。虫が飛んできた。そんなこんなで、あれ、そうそういう感じで、あ、これがまたあれやな。こうかこういう自撮りね、という感じで、ピントとかの問題はあると思いますが、ジンバルの性能と、フルサイズでも 17mm の画角っていうのがこんな感じだよが伝わればいいかなと思います。という感じで帰ります。エビフライ。